まずはこの動画をご覧ください。彼は最新情報、日本では大きな地震が起きたと言ってから笑ってました。 しかも気持ち悪い作り払いです。この人は中国版 TikTok でのインフルエンサーです。彼の自己紹介を見ると、彼はいわゆる研究員、企画員教授、時事評論家、テレビでのコメンテーター、ウクライナ戦争研究者、歴史学修士、歴史研究家などだそうです。彼は自分にたくさんのタイトルをつけてます。それ以外、 彼は中国遼寧省のある市の中国人民政治協商会議の議員にもなっているそうです。このようなクズには200万人以上のフォロワーがいます。彼のような人にこれほどのフォロワーがつくことから彼と同じことを考えている人がかなりいるのがわかります。彼のような人にはほとんど自分の意見がありません。政府の主張や立場を見てそれに合う発言をするだけです。シンプルに言うと 中国の宣伝マシンの一部です。この動画には、とあるクズ中国人というタイトルをつけましたが、このようなクズはかなり多いので、ここでは紹介しきれません。このことからも、中国の洗脳工作がどれほど振動されているのかわかります。中国で流れている日本の地震のニュースには、バチが当たった的なコメントが大量に集まりました。 もし本当に日本の地震は罰が当たったなら中国で地震が起きたのも彼らに罰が当たったことになるのではないでしょうかもちろんそういうコメントをする人はこのことをほとんど考えてないでしょう。日本の地震のニュースが一気に中国版をついたウェイボのトレンドの1位、2位になりました。12月18日に中国の韓粛省で マグニチュード6.2の地震が起きました。今のところ、中国のフォロでは150人が亡くなったそうですが、実際はどうなのかはわかりません。地震後の翌日、居場所をなくして寒さで亡くなった子供を含む被災者がいましたので、実際の死傷者,者はどれくらいいるのかは報道されていません。10年以来最悪の地震と言われているのに、このことは中国の名簿でトレンドにもなりませんでした。 なぜなら、中国版ツイッターではトレンドはコントロールされています。国民が注目しているものがトレンドのトップになるではなくて、政府が注目してほしいと考えているものがトレンドに入ってきます。地震が起きると、当然支援が入ってきます。日本では今自衛隊が救援に行ってるし、他の政府組織や民間の団体、個人が救援に入っていくのも間違いないでしょう。しかし、 中国では完全に違うことになっています。現地政府は民間の支援団体が現地に入って救援活動をすることを禁止しています。民間の有名な救援団体が集めてた支援金を強制的に中国の赤十字に振り込まされました。中国赤十字の信頼が特に崩壊してますので、民間の救援団体に寄付をする人が多いです。今回は 中国の赤十字にあんまりにもお金が集まらなかったのか、中国政府は民間の救援団体が集めてた支援金を赤十字に渡すようにと彼らにプレッシャーをかけました。なぜ中国政府は民間の支援を気にするのか。民間の支援の効率が高いです。そして支援金の使い道の透明度も高いです。そうすると、 政府がなくても民間がちゃんと仕事ができると考える人が増えて、なぜ中国の赤十字はそれほど金を使うのかと考える人も増えてきます。もっとシンプルで本質を言うと、民間の支援団体は政府から支持者を奪う存在になりますので、中共はそのようなことが存在することを許せないです。中共は全部自分でやると対応してますので、 その責任も全部中共の責任になりますが、その割に中共はいつもの通りしっかり仕事をしていません。解放軍は現地に入って1日ぐらい支援して撤退しました。あとはほぼ現地の人が復旧活動をしている状況です。このような簡単な比較で日本と中国の差がはっきりします。長い期間日本のニュースを見ていくと日本ではかなり自衛隊を批判する人がいるのがわかります。 でも、このような震災が起きるときに、日本の自衛隊がいつも最初に駆けつけていきます。場合によって、彼らは命をかけて救助活動を行っていきます。彼らの仕事ぶりを見ると、彼らはもっともっと日本で支持されるべきだと考えています。まだ多くの方はお休みものですので、今回の話をここまでにして短くします。繰り返しになりますが、日本が早く 穏便な日常に戻ることを願っています。では、まだ次回お会いしましょう。原のタイムズがお届けしました。